ヨキさんとゾゾキエルと指先桃菜ピンポーン桃菜桃菜ということでね、カル TV プラス今回はね、キエルちゃんと指先桃菜ちゃん来てくれました。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。今回はなんとですね、この6人でおこちら台東ステーション池袋西口店に遊びに来ています。イエーイ。今回は一部フロアと貸し切りでみんなだけでちょっと遊べるということなんで、楽しみ。ゲーセンを貸し切れるってやばい、ちょっと夢やばい。たくさんいろんなところがあるんで、まだわかんないよね、場所どこの、うん、マジびっくり。マジで、でもどのフロアかもわかんない。まだ俺は知ってます。おい、あら、ゲームとかやる？うん、やるやる。あるある、大好き。あるけど、うまくない。うまくない。でも、そんな方でも大丈夫です。よーし、ということで、早速行きましょう。はい、よっしゃー、行こう。お願いしまーす。さあさあさあ、こちらでございますよ。おー、おー、しっかりやん、しっかり。すごっ。みんな見て、ほら。すごい。すごい。すごくない？めっちゃすごい。待って。ぜひ遊んでください。遊びたい。遊びたい。ちょうどいい光。もう。え、マジ？もういっていいの？マジでいいの？え、何してもいいの？好きなように。うまっ。すごっ。すげえ。え、めっちゃ怖いねんけど。うわぁ、見た。みんな何もいじらないでね。いらないで。え、怖い。待って、始まった。やばい。やめました。待って、待って、いるか。おいよ。いいよ、いいよ、いいよ。じゃあ下向けね。下向けたらたまる。オッケー。おい、ガニラだよ。みんな頑張れ。怖い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 。今カイガが1位かな。カイガ点数高いよ今。誰かこっち、右右右右右右、誰かこっち右。一人かっこいいやついるんだって。なんか、カイガ上から来た。お前はちょっと減るな。いいよ。いけずは800。すげえ。あ、俺1位なの。うん、俺なんてケイちゃん意外と620になってる。だってこっちめっちゃ来てたもん。めっちゃ痛めてるけど。こいつまだ取り残されてるって。まだ取り残されてる。はい、ということで楽しんでもらいました。楽しかった？楽しかった。怖かったですね。でももっとおすすめしたい機種がありまして、キューブというゲーム。めっちゃ気になった。こちらの 4m 四方の壁と床にゲームが投影されて、床までなんだ。そうそうそう、全部が投影されて体を動かせる体感型ゲームなんです。で、こちらで今回、はい、ゲームを買っていただきます。おい、まずね、ちょっと軽めに4人で、おら、いいですか。女子はちょっと見ていただいて、こちらをね、真ん中のこちらでやってはい、じゃあまずね、うん、じゃあこのキューブをやる前にこちらちょっと受け取るものがあるので、はいはい、あ、ありがとうございます。はい、すごいすごい。あ、待って。あ、はい。はい。はい、どうも。ありがとうございます。あ、いいよ、ちょうどいい。はい、あ、ありがとうございます。やった。これを持っていくと。これを持っていくという。なるほど。じゃあ、向かいましょう。で、今回俺らがやるのはこちら見てください。オッケー。トレジャーエクスプローラー。おこちらをやっていきたいと思います。トレジャーエクスプローラー。はい、俺ジェットコースター3人ダメだよ、3人ダメだから。じゃあ何か入ろう。じゃあ、よしよしよしよっしゃー、頑張ろう。じゃあみんなに一緒に頑張ろうぜ。頑張ろう。うわ、よう、新米トレジャーハンターの諸君。いらっしゃい。
今回お前らにはこの行動に眠る悪い秘宝を見つけ出してほしい。行動は長く、秘宝の力を得た怪物たちが待ち構えているはずだ。前回の探検では俺も手痛くやられちまった。やられちゃったんだこいつ。もちろんいいニュースもある。行動や怪物たちの力を調査した結果、特別なコースターを用意できた。コースター？こいつは襲ってくる怪物たちからお前らを守る設計になっている。ただし走り続けるには道中にあるエネルギーフラワーという鉱石を打ってエネルギーとして補給する必要がある。あれだ。もしエネルギーが切れちまったらその場で撤退、つまりゲームオーバーってことだ。なるほどね。ちょうどこの辺りにも埋まっているはずだ。操縦は俺に任せて周囲を探してみてくれ。分かった。これ自分の色の方がいいかも。ボーナス出てるよ。頑張れ。おっと、早速怪物たちも折れました。やるじゃねえか。秘宝にたどり着くにはいかに早く敵を倒して進めるかが重要になりそうだ。また来たぞ、撃ちまくれ。オッケー。よっしゃ。楽しい、みんな楽しい、楽しい。ここや、ここや、ここや、ここや。はぁ、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 いいぞ、順調だ。新米にしちゃ筋がいいな。すごいね、やっぱうまいね、みんな。から先は一気に下るぞ。やばかったな。全員無事か。くそ、また奴らだ。こいつらは動きが速そうだ。やるな。まあ俺の腕には劣るがな。ボーナス、ボーナス。しつこい奴らだ。殺虫剤でも持たせればよかったか。やっと一段落したか。クソ、崖だ。捕まれ。ここは行き止まりか。いや、遺跡の一部かも。扉を開けるには正面に光を集める必要がありそうだ。石板は打つと回転するみたいだぜ。扉が開いた。この先は俺もまだ見たことがない。この空間はどこかにワープしているみたいだ。ここでも敵の折れますか。こいつは手強そうだ。魔法使いみたいな。魔法使い、周りを飛んでる雑魚に構わな。奥にいる親玉を狙うんだ。やったな。見ろ、ワープを抜けるぞ。神殿だ。ついにたどり着いた。そういえば僕死んでんだよね。今の声は何だ。今の声は何だ。仮面が喋ってやがる。
スが秘宝を守る最後の砦みたいだな。バリアで身を守ってるぞ。厄介だな。赤く光ってるスポットが弱点かもしれない。狙って撃ってみろ。どこにあんねん。よし、バリアが消えたぞ。撃ちまくれ。ちくしょう、またバリアが復活しやがった。怪物たちを倒したぜ。ボダ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 ゲットして。ボダゲットして。これ懐かしい。これが最後の扉みたいだ。秘宝はきっとこの先にあるはずだ。今回の仕掛けはちょっと複雑だな。あいつ。あれ？あいつ。スタートね。まずくないこれ。扉が開いた。ついにお宝とご対面か。お宝とご対面だってよ。いや絶対まだ何か来る。これって絶対できたよ。何？前から何かが転がってくるぞ。最後の最後に罠かよ。押し潰されるぞ。撃ちまくれ。間一発だったな。ん？この空間は財宝の山だ。見ろ、正面の木に輝く実がなってるぜ。あれこそ探し求めていた秘宝に違いねえ。ゼックリしたやん。ゼックリ、あ、これゼックリ。うそ、わーわーおーわ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 ーやった。わーじゃあボケなく。お、あれ下がってた。すごいすごいすごい、ボーナスすごい。あ、激発。やったー。すげー。うおー、え、超大変。すげー。楽しかったね。楽しかったね。じゃあせっかくならやってほしい。2人楽しそうだった。あれじゃん、こう、こうでいつもの感じでやったのですか。カップルでセリモモとツバエルで。ツバエル強力プレイ。いや、最高にしよう。最高にする。最高、うん、点数出るから。なるほどね。なるほどね。やっぱりそれは罰ゲームはありでしょ。あ、今罰ゲームだって酒井が。じゃあ罰ゲーム考えときます。え、怖い。え、じゃあできます。勝負。ポイントか。スコア、ポイント、スコア、勝負で。オッケー、じゃあ、どっちかで行く。こちら、はい、俺らで行く。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。はい、行こう。エネルギーあるからね。これ大事だから。お花大事。お花を詰めってこと。なるほどね。これね、これほら。はい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 。大丈夫。オッケーオッケー。ほら、あれあれあれ、歩いてみ、歩いてみ、歩いてみ。あ、そう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 。なるほどね。はい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 。量多いな。量多いな。二人でもさっきの量だもんね。そして大丈夫？大丈夫大丈夫大丈夫。いやいやいや。任せて。そっち大丈夫？そっちやばいよ。大丈夫。待って待って待って。ちょっと頼むよマジで。オッケーオッケーオッケー。何？急ぎ急ぎ急ぎ。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 ねえねえ、結構多いね。頑張ってこ。頑張ってこ。勝つよ。右オッケー。前右回して。左オッケー。右回して。右回して。ねえねえねえ、左左。行こうよね。協力プレイ協力プレイ。来たよ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 来たよ。ちょっと待って、こっちにもいるから、待って、こっちにもいるから、こっちにもいるから、ちょっと待って、真正面来て。
やばい、体力ないよ。先に罰ゲームも思いついたんでいいですか。はい、カメラの前で負けたチーム公開ハグでいいですか。なんでなんで公開ハグ罰ゲームだもう負けてるやつ。ゴービーはどうする。まあまあ俺にとっちゃまあまあゴービーでもね負けないんでね、さすがに。だからお前らも確定だからこれ罰ゲーム。盛り上がんなくてもいいじゃん。ってことで、じゃあ次ツバエル行きます。ヨルピク、イエーイ、頑張って。よっしゃ、すごい揺れてる。いやそうなんよ、振動がえぐい。よし、よし、よし、いいよ。イケツバのカバー力がすごいわ。いいよ、いいよ、ナイスナイス。え、翼くん上手くない。頑張れって、もっとごめん、もっと頑張れって。すげえ早い、こいつ。あ、来た。いや、順調すぎない。いや、順調全然体力減ってないよ、だって来た。じゃあ、クイズだ。ケイちゃんの脳が試される。お、いくよ。お、来た。来た。来た。よいしょー、ナイス。いや、これ勝てんじゃない。これ勝てるね。ここよ、ここ。ここ。こっち。おい。ナイス。これはやばい。これ最後まで行きたいね。いや、行きたい。いや、行けるよ。あ、出た。赤いやつだっけ。そう。うまい。よし。ほら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 。やばい、指つかれてきた。ナイス。来た。ゴールですかこれ。ゴールだよ。綺麗じゃない。わーお、ナイス。まだわかんない。まだわかんない。おお、いや、長いわ。長いわ。イエーイ、バイヤル、ナイス。はい、イエーイ。はーい、いやどうでした。楽しかったね。楽しかった。ねえ、あれってことでセリモンも44,100点。はい、ツバエル、はい、87,000ぐらい、4,500点。うん、ツバエルの勝利。イエーイ。倍差、倍よ、倍差だ。ってことで罰ゲームですかね、お二人。うわでも絶対モマってなんか、ニヤニヤしとるよ。うわ、キショ、キショ、その後キショ。何それ、終わった後のこの見て練習したんだな。いや、ちょっとね、俺らやる前に後ろチラって見たら、なんかこうやってやってたから。
やったかった、楽しかったです。楽しそうでよかった。さあ、今回これはスペースキューブですね。スペース、すごいよね。3、2、1、ほっ、何来たよ。ようこそ。僕は皆さんをサポートさせていただく案内兼試験官のコスモです。コスモくん、では早速惑星調査に出発しましょう。出発出発。え、すごい、全部だよ、下もだ、すごい、後ろも、え、やばいやばい、ワーニング、ワーニング。ワックス、あ、これ何作るってこと？英語や。あ、そういうこと？余裕や。頑張れ。そういうことね。あ、来た。少女のストリガーを引き続けよう。お？なんかむずない？着陸するよ。あ、来た。またそれぞれ頑張ろう。よいしょ。ミッション終了。じゃあ、みんなお疲れ様。無事クリアできたんじゃないかと思って。じゃあ、この一番上にしてみるわ。オッケー。どう？あ、でもできてる、できてる。おー、うまいうまい。できてる、うん、できてる。はい、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 はい。え、うまい。はい、はい、はい、はい。はい、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 あ、ちょっと待って、右側青。ピントが合わない。え、でもいけてるかな、割と。いや、意外といけてる、多分。え、うまくない？私よりかはできてて。本当に、うん、はい、今日はいろんなゲームが遊びましたけど、ね、はい、いや、まあ、なんかゲーセンっていうよりさ、なんだろう、テーマパークにいるよ、ね、うな気になれるよね。いろんなものが遊べるからさ、うん、ね、え、だから VR とかこれもそうだけどさ、うん、画面が全部じゃん。いや、そう、その世界に入ってる、ゲームの世界に入ったよって、こう落ちてる感っていうか、うん、すごくない？いや、本当にこれしかやってないけどさ、本当にさ、もう4人でもやったし、その2対2とかもやったけどさ、一体感みたいな、なんか仲間って感じですごいけど、ね、そうね、家族とかでもできそうじゃん。確かに、確かに会がすごいいいね。どうだった会が？え、めちゃくちゃ楽しかったよ。大変だった。あーっ、あ、そうよ。でもちゃんと熱中してたよ。結構体力も使うし、体使って遊べるから、新しいなゲームできたな。女性陣どうだった？やってみて。楽しかった。なんかいい運動になりました。走ったりしないから普段。ということで、はい、こちらファイトステーション池袋西口店のこちら X ステーション、皆さんぜひ遊びに来てくださいということで、この動画はこれで終わります。せーの、 See you later! バイバイ。さあ今かけよう、自分の名前。